皆さん今ご覧になったと思うんですけど、まあ、これだけチャーハンをまずそうに撮った監督は今までいないんじゃないかっていうぐらい、まあ、ところどころに本当に目を覆いたくなるような瞬間がありましたけれど、でもあの事件って本当に非常にスキャンダラスにというかセンセーショナルにいろんなところで報じられたけれど、まあ、実際に中でどういう絵が起こっていたのかっていうのはこれは想像でしかできなかったわけで、もちろん監督もそれは想像の中で書かれてはいるんだけれど、ああいうふうに映像としてこう直視しなければいけない形になると、まあ、かなりですね、そこの問題を、まあ、後で語ることになると思いますけれど、非常に表面的に処理してしまった自分たちがどうだったんだろうかということをなんか今一度感じる映画になったかなというふうには思っています。はい、僕も最初事件を知った時はその子供が家に取り残されてというかもう閉じ込められて、その、まあ、衰弱死したっていう報道はものすごくショックで、そのもうみんなお母さんを責めてるというか、そのもう本当に正直違和感を感じて、まあ、この映画を作ったんですけど、虐待の背景はっていうふうにありましたけど、まあ、背景というよりも、まあ、本当に表面の問題で、でもまあこう背景は何かっていうふうになると、みんなこうその家族背景とかですね、こう何かイレギュラーなものを探そうとして、まあ、この間の川崎の事件だったらそれはまあ5人育てるシングルマザーだったりとか、あるいはまあ離婚していた、虐待をされていたとか、そういういろんなこうそのケースバイケースで何かイレギュラーなものを探そうとするっていうのが、まあ、特にワイドショーの伝え方なんかではありよくあって、まあ、それテロップを見ればね、この背景はびっくりマークって言って出てて、その中で何かイレギュラーなものを探すっていうのがまあ続いていて、それはそれを見てる人は、それは確かにそのお母さんに対してまあかわいそうって思うのはそれは当然だけれど、かわいそうと思いながらも、でもどこかでこれは自分とは違うっていうふうに、まあ、安堵をするっていうのが、まあ、ここ最近ずっと続いているような気がして、まあ、そういうじゃあこの虐待の背景は何なんでしょうって言った時に、基本的にみんな僕らがしていることっていうのは何か自分とは違うところを探そうっていうことをすごく重ねていて、まあ、そういうことがやっぱり続いてくる限りは、やっぱ僕なんか自分たちとは違うっていう処理の仕方が続く限りは、やっぱりこの虐待の報じられ方、理解のされ方っていうのは根本的には変わらないのかなというふうには思います。はい、一つ重要なものが、やっぱ想像力の欠如が、まあ、原因の一つなんじゃないかなって思ってるところがあるんですね。そのメディアが伝えるものを全て鵜呑みにしてはいけないっていうのは、まあ、あるんですけど、まあ、メディアで描かれば描かれるほど、まあ、その分かりやすいそういうその虐待するお母さん像というのがだんだん作られていって、そのこういうお母さんは虐待するとかいうなんかその偏見がまた生まれてしまうというのがあると思うんですよね。で、映画とかドラマで言うと、まあ、昔で言うとその一杯のかけそばっていう、ね、作品とかおシーンとかあるんですけど、でやっぱりお母さんが自分は食べなくて子供だけに、ね、その自分お腹が空いてても食べずに子供だけにその食べ物を与えるのがなんかすごい美しい話としてずっと美談として語り継がれてきて、もちろんその戦後のすごい食べ物もない時にそういう美しい話で救われた人たちもいるかもしれませんし、頑張れた人もいるかもしれないんですけど、でも今はそういう時代でもなくて、まあ、でも日本の映画を見ていると、まあ、その永遠のなんとかとかね、その特攻隊で未だに待つ女とかね、そういう戦う男を待つ女っていうのがなんか量産されていて、まあ、定期的にこう生産されていると言ってもいいんですけれど、それはなぜそういうふうに生まれるかって、それは日本社会がまだそういうふうな家族観をまあ待望しているからっていうのがこれは確実にあって、それはまあ今 の政治 の動きなんかを見ていてもすごく感じるんですけれど、例えば生まれてきてくれてありがとうとか、親に対してあなたを選んで生まれてきたとか、そういうようなね、なんかこう古臭いフレーズが未だにこう再生産されているっていうのは、社会これだけ多様化してきているのに、何かその求めている像みたいなものは全く変わっていないと。でそれに対してメディアも答えているし、まあ、映画の作品なり小説の作品なり、いろんなところでそこにはみ込むようなものが未だに生まれ続けているのかなっていう感じがしますし、まあ、それは今 の政治の中枢にいる人たちは、まあ、伝統的な家族をまた取り戻したいというふうに言っていますから、そういうところと全部リンクしてくるのかなと思います。
2012年か11年に自民党がこう憲法改正草案というのを作りまして、そこには家族は互いに助け合わなければいけないという一文をこれ入れてですね、まあ、よくわかるんですね。助け合わなければいけないっていうのは、助け合わなければいけないんですから、助け合わないとどうにかなるんですよ、これね。何かされてしまうと。でそのイメージって、でもこういう映画を見てれば、助け合うってそんなに単一なものかとか単純なものかって言ったら全くそんなことはないわけで、そこら辺 その先ほど監督も言ってましたけれど、まあ、想像力っていうものが、まあ、一切欠如しているっていうのが、まあ、今の日本の置かれている、まあ、メディアだけじゃない話になっちゃいましたけど、現状かなというのは思います、はい、やっぱり女性が輝く社会というのをやっぱりその政府として、ね、推進していこうという話になったときにそのなって、今その企業のトップの人たちも多分まあ そうせざるを得ないというか、しなきゃというふうな意識は持っていると思うんですけど、ただそれってトップがそう思っていても、それが下に浸透しているかというとなかなか難しくて、その企業の、まあ、これちょっとなんか新聞かなんかで読んだんですけど、その今の中間管理職にいる人たちがちょうどその段階の世代の人たちが多いと言われてて、そういう人たちがすごいまあ、保守的なというか、その昔ながら その家庭家族の在り方というのをやっぱり考える人たちが多くて、でそれが壁になっている、その今 その34歳っていうのがすごいなんか境目っていう、なんかこうテレビであってたんですけど、それは男女の在り方についてのなんか、まあ、その意識が変わってきた世代がちょうど34歳って言われてて、そうですね、はい、で僕33歳で武田さんが32ですかね、はい、まあ、その34歳以下の人たちになんかそういう、まあ、その意識が変わってきてるじゃないかって、でそれはなぜかっていうと、まあ、いろんな理由はあると思うんですけど、一つにその、まあ、男子の、家庭科が必修になったのが1993年で、ちょうどまあ僕とかだったら中学生の時だったと思うんですね。でそれでやっぱりその、うん、なんかこう、うん、男は外で仕事で、女性がその家で家事や育児っていうのが少し変わりだしたというか、男子もなんか料理作っていいんだって、なんかアイロンとかで、ね、なんかミシンでなんかエプロン作ったりとか僕もしたんですけど、そういうのでなんか変わってきてるような気がするんですけど、やっぱりその上の世代の人たちがすごい衝撃になって、なかなかその、うん、変わらないところは現状あるんじゃないかなと思います。ただまあそういう人たちがいなくなればっていうところはあるんですけど、まあね、僕らがね、その、まあ、その上の世代になれば、まあ、変わっていくけど、もちろんその、ね、教育っていうのはもっと、もう教育ってすごく重要と思うんですね。そういうところ力を入れていかないといけないのかなと思いますけど、ね、まあ、何が大切かというと、まあ、例えば今日はなんか子宮持ち集えっていう会で、でも僕ら子宮ないんですよ、僕ら2人は。でもそれってすごい重要なことだと思ってて、割と今その当事者主義というか、例えばその、まあ、子供を育てる母親としてとか、私は育児休業を取りましたっていう男性とか、もちろんそういう当事者としての声は大事なんですけれど、やっぱりこの問題っていうのはその非当事者が考えていかないともう一般化しない問題であるので、それはなんかやっぱり非当事者が言い続けるっていうことが、やっぱりグズグズ言い続けるっていうことがすごい大事かなというふうには思っていて、今その、まあ、こういうふうに例えば待機児童が多いとか、なかなか働き方が定まらないっていう時に、みんなこうじゃあどうすればいいんだって代替案を出さなきゃいけないっていうふうに思う時に、すぐこう特効薬を出させるじゃないですか。それは割と、まあ、例えば橋本徹さんみたいな人の記者会見見てると分かるんですけど、何か言った時に、じゃあお前それどうすんだよ、どうすれば変わんだよっていうふうにすぐこう問い詰める社会みたいな、そんな Q&A でいい A が出たらそんなスムーズな話はないわけで、そればっかり求めてると絶対こっち側は答えに窮してしまって、じゃあやっぱり変わんないじゃんっていうふうになっちゃうので、やっぱりそのもちろん答えを出すっていうことは大事なんだけれど、こう非当事者の人間がグズ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 言うっていうのが、こうじわ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 言うっていうことが今一番大事になってくるのかなとは思います。はい、そのこの映画って答えはないっていうか、僕はその解決策なんて
まあ、その提示してないですし、僕自身わからないんですよね。ただみんなでやっぱり考えることが重要だと思ってて、そこはまあその想像力にもつながりますけど、で、まあ、それがなんか結果的に母性っていうものの決めつけというか、その押し付けというか、そういうものも減っていくし、じゃないかなって思ってますね。